杉原亮です。仕事は農業をやっています。杉原千秋です。地域の、農業振興のお仕事をしています。昔から農業をやってみたいなと漠然と思ってたんですけども、まあ転職のきっかけで挑戦してみようかなということで、僕が生まれだけ旧茅町の生まれで、子供の頃からよく遊びに来ていて、大変好きだったんで、まあ、農業するんだったら思い出のあるところでやろうかなと思って、まあ、こっちに一応帰ってきたということですね。始めたのは29の時からだから、もう8年ですかね。私はもう今結果的にその夫のね収納があったからこそ、まあ、この地域の方との出会いもあって、この今の地域の仕事があるわけで、だから私はもう日々地域で、まあ、この、まあ、私たち夫婦とか、まあ、子供も含めて、いつもお世話になっている方々にやっぱり日々何かこう恩返しというか、うん、やっぱりそういうのをこの私の仕事を通じてできていったらいいなっていうのを思いながら日々させてもらってます。とりあえずこんだけ作ったらこのぐらいになるよっていう、まあ、始めやすい品目で、この始めやすい栽培方法をこうこれから来る人に提案できるように、その始めた人間の視点から作りたいな、新規収納の間口を広げるということに少し力点を置きたいなと思ってます。